レディーキャップボトルバトルゴー、よいしょ、おりゃおいしょ、おいしょ、あおりゃあ、ジェイソン君よしよ、よし、こうなったらこのボトルマンでリベンジだ。ダダー、超大型ボトルマン BOT60 コーラ OG。 うわ、他の機体と比べてめちゃくちゃでかい。コーラ OG には4つのシューターがついていて、3種類のキャップを発射できるマルチタイプのボトルマンなんだよ。コーラ OG、まさに王の名にふさわしいボトルマン。これでシュン君ともう一度勝負だ。ああ、まずは公式競技のバリケードクラッシュで勝負。バリケードクラッシュはバリケードとなるターゲットを撃破しながら奥のターゲットを先に倒した方が勝利。コーラ OG はビッグキャップリングを連射できるビッグコアが搭載されているからバリケードごとぶっ飛ばして勝つよ。レディーキャップバトルバトルゴー、いくよ、おりゃ、いやー、おりゃ、トウ、おりゃ、おりゃ、やばい、出たー、もう勝ってるし、コーラ OG の勝ちです。すごい力だな。次はボーリングで勝負。ボーリングは2回のショットでいくつのターゲットを倒すことができるか勝負だ。この競技ショット2発じゃなくて2回ってところがポイント。コーラ OG はバーティカルフットコアが両膝についていて左右で同時発射できるから1回のショットで2発撃つことができるんだ。ずるいよ。ボーリング1回目、レディーキャップボトルバトルゴー、いくぞ、狙いを定めて、ありゃー、おお、結構倒せたんじゃないか。レディーキャップボトルバトルゴー、いくぞ、全部倒してやる、狙って狙って、ありゃー、全部で7本、やったぜ。ボーリング1回目いきます。レディーキャップボトルバトルゴー、狙いを定めて1発目、バーン、わー倒れた。ボーリング2回目いきます。レディーキャップボトルバトルゴー、よし2本倒すぞ、狙いを定めて発射、わーやった、全部で9本倒しました。最後はスピードシューティングで勝負。スピードシューティングは下のターゲットを全て倒し相手より先に上のターゲットを倒した方が勝利。下のターゲットはビッグコアとバーティカルフットコアで倒して、上のターゲットは肩についているスモールキャップシューター S で撃破していくよ。レディーキャップボトルバトルゴー、よっしゃ、おりゃ、よいしょ、おりゃ、おいしょ、おりゃ、おいしょ、やったー倒した、上行きます、やったー倒した、こんなー負けちゃったー。おもにゃわっわっわー、まさに王のごとき強さ、さすがコーラおじいだね。どの競技でも有利に戦えるのがいいよね。そんな超大型のボトルマン BOT60 コーラおじいは現在発売中です。それぞれのシューターに合わせたキャップが付属しているからすぐに遊べるよ。本日紹介したおもちゃの詳しい情報は概要欄からチェックしてみてね。そしてそして高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回も楽しいおもちゃで遊んでいくよ、お楽しみに。せーの、バイバーイ。